ということで、キコーナチャンネルをご覧の皆様、ただの武蔵でございます。この動画は一ちょやりまっせ番外編ということで、今回ですね実践させていただくのがですね、こちら皆様話題の11月21日から全国導入されます L 革命機バルブレイブとなっております。そうです、噂のスマスロ始まりますのやつですですね。キコーナスイタテン様の深夜の方にちょっと、侵入させていただいて、最新大の深夜実践をさせていただこうではないかと思っておりますので、皆様最後までご視聴いただければ幸いでございますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、今までのスロット機と何が違うんだ、一番大きく変わった点がやはりメダルレス、メダルの方がなくなりました。なので、この下の方にですね、こういうものはあるんですけども、メダル払い口の方はございません。でですね、簡単な、ちょっと遊戯方法っていうのを説明させていただきたいなと思うんですけど、皆さんの汗水垂らしたですね、諭吉様の方をこちらに投入されます。メダルが自動的に出てくるお店であれば、キュッとまず46枚、こちらの方に、枚数が表示されます。つどつど貸し出しボタンを押していただくと、46枚がもうそのままこちらに反映されるというような形になっております。じゃあこっちで出た枚数はどうするのっていうお話なんですけど、今シダモードでケースボタン押せないんですけど、ケースボタンを長押しします。そうするとここに今持ってる自分の持ちメダルがビルルルルルッと、カードの方に記録されます。それで返却ボタンを持って大移動さしますっていうような流れになります。多分もう使い方なんて多分大体説明とかポップであると思うんで、わかりやすく使えるかなと思います。じゃあ早速打っていきましょう。いやー、バルブレイブか、いろんな話題を呼んでますよね。万枚製造機だとかで、ちょっとゲーム性の方からご説明させていただこうと思うんですけども、こちら下に大きいマスが1234567891010と、これは何を指してるかっていうとですね、100ずつこれ分かれてるんですけど、100ゲーム台、200ゲーム台、300ゲーム台っていうようなニュアンスで、モードによって前兆が発生するような仕組みとなっております。マスの色によって前兆発生期待度が異なります。なのでやっぱり赤の方が前兆期待度は高いよっていうような形になってます。はい、で先ほど最初にもう一発目でジャックチェリーを引いたんですけど、それで10乗りました。なので子役とかゲーム数加算の特化ゾーンとレア役でどん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 ゲーム数を加算していくようなゲーム性になってます。なのでジャックチェリーだったりレア役を引いた場合は、さらにここからこうですね、ブーストチャンス、ちょうどご説明しようと思ったんですけど、これがゲーム数を乗せる特化ゾーンですね。でこちらの方も緑、青、赤の順でゲーム数の大きさの期待度が変わります。はい、で今回はプラス20ゲーム、実ゲーム数は14ゲームなんですけども、こちら液晶上では今45ゲーム経過してますよっていうような流れになります。でまたジャックチェリーを引きました。ディールの方なんですけど、基本的に取りこぼしがないので振り打ちで大丈夫です。なので、音で正直強弱のレア役の強弱は分かると思うので、もう適当に本当にバーッと打っていただいても大丈夫、ぶっちゃけこういう感じでも大丈夫です。強盗レア役というものがございまして、だいたいどれぐらいだったら1500分の1とかめちゃくちゃ重いんですけど、重い分ゲーム数加算だったり、AT 直撃だったりかなり役立つレア役になってます。設定6で打たせてもらってるんですよ。設定6での万枚到達率っていうのが約25%ぐらいあるんじゃないか的なお話は聞いてるので、分回した結果どうなるのか、打ってみないと分かんない打感っていうのもあるんですけど、そういうのも踏まえてちょっとお伝えできればなっていうふうに思っております。はい、今ですね、人間やめますかっていうものが、前兆の煽りですね、
噛みつきステージっていう前兆ステージがあるんですけど、そちらへの煽りに入っているような状況になります。噛みつきステージは、チャンスゾーンの前兆ステージになります。さあ、ここから発展です。ミッションクリアすればチャンスゾーンになります。さあ、ここで人間をやめれるかやめれないかですね。はいはい、でノーです。人間はやめれませんでしたと。はい、ということになりまして、ですね、今回、スマスロに代わって、まあ、何が変わったって、まあ、メダルレスっていう さっきご説明させていただいたんですけど、もう1点大きく変わった点がありまして、従来の 6.5 号機ですね、有利化の上限っていうのが4000ゲームありました。サマイの方がですね、サマイプラス2400枚上限もございました。で、スマートスロット、これも基本的に 6.5 号機にはなるんですけども、有力感が無制限になりました。なくなったわけではないんですけど、有力感が無制限になりまして、ただ上限が3枚でプラス2400枚は残っております。なので、有力感撤廃になりましたよ、なくなりましたよっていうような表現はちょっと間違いになるので、でですね、こちら今黒い丸がついております。これがですね、どこのゲーム数のゾーンで全長来ましたよってお知らせしてくれるマークです。で、一応こちらですね、チャンスゾーン確率がだいたい設定1で、280分の1ぐらいで、設定6で258分の1ぐらいなんですね。で、そこからボーナス確率自体が1で、519分の1、6でも490分の1になってます。なので確率だけで判断できるような代物ではないかなと思ってます。はい、液晶上210ゲーム、実ゲーム数が130ゲームでの噛みつきステージ全長の移行になります。かなり強い演出が来てるので、これは多分チャンスを期待していいと思います。はい、一応これが、レア役でのレア役対応の演出になってます。キューマ、ライゾキューマですね。これは俺行ったと思うんですよね、チャンスの。あ、大丈夫だと思います。一応カットインも出たので、はい、赤カットインというか赤文字赤カットインというかな。はい、やめますと。はい、でですね、こちらをちょっとまたさらに説明させていただくんですけども、これが V チャレンジチャンスゾーンになってます。なので今回はハルトとキューマ、リプレイを引けばキューマの対応役としてチャンスで、ハルトは V を狙い発生でチャンスボーナス抽選をしてますよっていうようなチャンスゾーンになってます。で、一応こちらのチャンスゾーンの、ボーナス期待度は約 52% になってます。通したいですよね。で、この V を狙いカットインでチャンス。はい、共闘キャラの太陽役を引かないとなかなかね通せないんですよ。まあ厳しいよな。はい、これボタンが出てくればちょっとチャンスですね。で、一応何かの示唆画面が出ました。僕昨日5打ってたんですけど1回も出ずだったんで、このスマートスロットもう一個大きな点がありまして、コンプリート機能っていうものを搭載しております。1日の操作枚で、プラス1万9000枚に到達した時点でこの台おさらばです。もう動かなくなります。もう打てないよっていうことになります。歌い文句がやっぱ結構その痺れるものが大きいじゃないですか、この子は。まあね、そう、夢ある分はやっぱり夢は見せないとダメだろうとは思ってますよ。それは僕もまあちょっとお店の用語にはなるんですけど、コイン単価って多分書かれてるものがあると思うんですね。この台がコイン単価 4.5 なんですね。数字が高ければ高いほど台はめっちゃ荒いです。投資もかさむ分吹き出しもすごいです。これによく似たコイン単価の台っていうのがミリオンゴッド神々の凱旋
だからゴッドシリーズですね、あの辺のコイン単価荒さと似てますよっていうような、まあ、数字だけでの指標にはなるんですけど、はい、また強い演出が来ました。これは強いです。はい、発展します。で今回は誰と、サキさん、人間やめますか。はい、ということで、2回目のチャンスゾーン当選ですね。ハルトとサキさんで京都 V チャレンジを行っていきますと。でサキさんの場合はスイカを引けばまあ安心してくださいっていうようなやつです。ボーナス当選です。はい、ちょっと 52% なんでね、あのさっき外した分次は取りましょう。あら、え、何も引いてないぞ。え、ないねん。あら、ないか。あー、ないのか。難しいな。お、これは多分おスイカを引きました。おスイカを引いたか、何も引いてないのに結局下パネ消えちゃったかの2パターンです。あ、なに、そっち後者でした。はい、びっくりした。え、待って、え、はい、ということでここからチャンスゾーンクリアしましてボーナスに行きます。はい、ここでボーナスです。なあ、決戦行くなよ。ボーナスには革命ボーナスと決戦ボーナスっていうものがございまして、分かりやすく言うと決戦ボーナスはレギュラーです。で革命ボーナスの方がビッグボーナスのような扱いになります。はい、決戦ボーナス中の AT 期待度に関しては約 35% となっております。でここから何をするのっていう話なんですけど、カインを倒すんですけども、ここから武器をセットしてから押し順ナビでの攻撃をやっていって、ここにある4つですね、4つのゲージをどんどん減らしていきます。はい、でこれを4回できたら革命ラッシュに入りますよ、 AT ですねっていうような流れになります。右ファースト取っちゃうと敵の攻撃を食らっちゃいます。ファーストナビはどれだですよね。これで敵の攻撃で食らっちゃいます。はい、でもこれでもエンドですね。右ファーストだったら攻撃、だいたいこういう時はねもう中なのよね。はい、ということで決戦ボーナス終了です。決戦ボーナスのだいたい獲得期待枚数が110枚ぐらいになってます。あら、赤いよ。でワンチャンでももう仕事とか高設定した今日とかですよね。ここから66ゲーム間の引き戻しゾーンに入ります。ここがブーって、この間は引き戻しのゾーン、ブーン。ですね、これが京都スイカです。ベル右上がりになったら京都ベルになります。通常時に関してはブーストチャレンジと革命アクセルっていうのがつくんですけど、これがですね大事で、今2倍速、2倍速から5倍速まであります。1ゲームがここの表記されている倍速かける倍速で消化されます。例えば10ゲーム加算されましたってなった場合はかける2で20ゲーム加算されましたっていうようなゾーンになります。これも一応ブーストチャンスで得たものに関してはかける2倍になります。はい、ということで30のかける2なんで60もらいました。なかなかでかいですよこれは。天井ゲーム数 の、 ちょっとご説明だけを。天井が2種類ございまして、1つ目がこちらの液晶上のゲーム数で1000ゲーム到達しますとチャンスゾーンが発動します。でもう1つが AT 間の天井になるんですけど、こちらの方は実ゲーム数で1500ゲームノーボーナスノー AT だった場合はボーナス当選になります。はい、ということで、実ゲーム差で413ゲームですね。チャンスオンからボーナス、そろそろビッグでしょこれは。
ですよね。よし、やっと説明できます。こちらのボーナスは、まあ、実質ビッグボーナスになるんですけど、50ゲーム間で666枚到達で AT に突入できます。ビッグでの AT 期待度がだいたい約 55%。 対応薬によってストップさせて枚数だけ増やして増やして増やして666枚を目指していくような形になります。一応ここで減算が1回もなかった場合は何かしらあるらしいです。先ほどの決戦ボーナスもこちらの革命ボーナスも AT も純増は1枚あたり、ごめんなさい、1ゲームあたり約 7.2 枚になります。なのでめちゃくちゃ早いですよ。やっぱり本当に平均期待獲得枚数で終わるやんこれ。あら、でこれでベルレーンしてる間無限やん。ノー減算で無限やん。ホールドが0回なら残りゲーム数が無限になります。もう AT 確定っちゅうこっちゃ。しゃあ、わあ。さあこっから AT になります。あらーし、簡単にちょっと革命ラッシュを説明させていただくと、3セットこれをどん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 セット数で増やしていくんですけど、セット数継続させて3セット消化して4セット目に行けば超革命ラッシュ、上位 AT に行くんですけど、この通常の、革命ラッシュに関しては1セット目の初期ゲーム数は20ゲームです。必ず基本的に10ゲームから100ゲームが初期スタートでもらえます。でどんどんこの間で V ストック抽選だったり上乗せ抽選ですねをレア役で行いながら出玉を増やしていくゲーム制になってます。で1セットのゲームを消化したら継続の腹切りチャレンジというものに行きます。これが3ゲーム以内に、まあ、ブラックアウトだったり V ランプの違和感だったりさまざまな違和感演出はあるんですけど、パン、はいね、こういうことです。今のは第1ボタンでのブラックアウトで継続確定です。あと2個取れば上位ラッシュいきますよっていうような感じになります。で10ゲームですね。さあここで3ゲームで V を取りましょう。うほほほえ、気持ちいいね。うん、本当に気持ちいい。はい、継続確定しました。あと1個ですね。楽しい。これはもう無心でいきましょう。やっぱ 77% なんで意識しちゃうと負けますからね。はいはいはい、はい、男はねボタン3つでいいんすよね。こういうこと、これで、上位 AT の超革命ラッシュに行きます。超革命ラッシュに入ると純増は変わらないんですけど継続率が約 90% に上がります。初期スタートのゲーム数も約 1.5 倍増が見込めるので出玉を伸ばすかなり大チャンスになります。あーそっかそっかそっか、え、そっかって何のそっか。まあ、あとは至ってシンプルですね。強レア役でゲーム数だったり V ストックの獲得抽選しながらどん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 継続させていくようなゲーム性になってます。はい、ここで腹切り、さっきと違うな。これは超革命ラッシュの画面なのかな、何か煽りがあるのか。あ、赤いぞ、赤いけど関係ないのかな。
え？ピコンってなりましたね。はい。さっきの腹切りチャレンジ中の赤はなんかあんのかな。すげえ、もう1000枚出てるよ。はやっ。あーでもぽいな。あれ赤デフォルトなのか。いやーさすが 90% だ。まあやっぱ基本10っすね。はい、デフォルトっぽいな。うん、あら追い込まれました。あー終わっちゃった。早かったね。ちょっともうちょっといけると思ったんやけどな。7セット1188枚ですね。いや早かったな。こんな形ですね。今1220枚持ってます。みなちゃんのあの数字と思わないでくださいね。ただの数字と思わないように、大事ですからね。これちゃんと自分の持ちメダルと思わないと。今どれぐらい帰ってきた。わっわっ、半分もう返してきてない。ここで、今65 66。おーしゃー、250ゲーム革命。よし革命。おーホルダー発動ラッキーで9馬ですね。はいはいはい。で次で3回目。まだまだ多いよ。しっかりホールドしてくれてますね。あ終わりました。本来はこのようにして666枚を目指しましょう。で残り10ゲームで66枚。これはひりつくっすね、マジで。あと1回ベル取ればいきますね。61枚。はい、行きました。これで AT 確定です。はい、意外と簡単っすね。簡単っす、簡単っす。さあということでこれで2回目の超革命ラッシュ。そうかそうか、もう万枚出したがってるのか君。20ゲームでかいな。これデフォルトっぽいねやっぱり。うー、お、今のなんかドライブですか、腹切りの。これは50ゲーム以上なんですけどね。ただこれで350枚ゲットできるって考えればなかなかえぐいっすよね。この共闘レア役に関しては V ストック各濃厚らしいので、まあ、いかに あの重いものを AT 中に引くかが肝になるかなとも思います。はい、さあということでここから腹切りチャレンジです。ありやす、また来た腹切り。見えんちゃん超えろ。でこれで画面がここで割れるとあのプラス100になるんで。これでも一応なんか見たやつにも時速5000枚だったかなあるとは書いてたんですけど、最近やっぱ時速丸々枚系の歌い文句が多いですもんね。あ、ちょっと待ってちょっと待って、まくったんじゃないのこれ。おいまぐりやしゃれい。それはもうだって2600枚あるっすもん、気づいたら。さあこっから V チャレ V ごめんなさい、腹切りチャレンジです。ふぅってことは背景画面でレインボーだったら継続プラス腹切り確定なんですよ。あ、濃厚なんですよ。ここのレバー音が大事っすよ。レバー音大事。
よし、これで700枚や。割れる割れる割れる、あー割れんか、そこまではさすがに。さあということで腹切りチャレンジ、うまっす。またやん、またドライブついてるやんこれ。え、壊れた、まんまに出し上がってるこいつ、まんまに出し上がってるこいつ。え、マジ？そんなボンボン来るもんなんか。え、10セット目？超えろ。あー超えないのね。はい、ということで次の腹切りチャレンジです。おいっすー。怖いな、怖いな。ふぅーセーフ。あぶねー、超えろ。え、なんずっと行くやん、ずっと腹切るやん。え、どで 10セット超えると赤文字に変わるということ。さあここから再度腹切りチャレンジです。あら怖いぞこれは。あー終わりました、終わっちゃった、もったいね。さあ腹切りチャレンジ終了で革命ラッシュ11セットの3384枚ですね。一撃早い。ここでのな、やっぱ引き戻しどんなもんやねんっていうのはちょっと見せてあげたいっすよね。くーギュイーンいってますね。早いし夢あるよな。引き戻しじゃーい。びっくりしたけど引き戻し。なるほどなるほど、こんな形で来るんやね。おお気持ちいい。しかも腹切りドライブから、え、絶対なのかこれは。絶対なのか絶対じゃないのか、どっちなんだ。たまたまらしいです。あ、ちょっと待って、え、あ、引き戻しって超革命なの？え、じゃあもし革命ラッシュで終わって引き戻したら革命ラッシュだし、超革命ラッシュで終わって引き戻したら超革命ラッシュってこと？え、なんかめっちゃお得やん。はい、あ、そっか。ってことは有利感は切れておらんっていうことですよね。え、すんごいじゃん。ほんまや、乾燥してる。どっかしらのどっか散らかるの有利感がもうマックスにいったってことやね。いっちゃん綺麗やんけ、おい。どういうことやねん。めちゃくちゃ綺麗やないか。もしかしたらどっかからのボーナス感での2400枚が上限に達したか。ゲーム数自体はまあ無制限なんで、多分サマイスでの乾燥じゃないかな。そしたら終わったらまた教えてください。さあ引き戻しからの、はい、ふー、またやん。え、ちょ待って、毎セットくんの？しかも100やし、マジで。でこれでまた700枚っすよ。え、こんなくるもんなん？割れる？割れない？あー割れない、割れたい。エンディング終了まで一応まあ残り28枚のとこなので、ちょっとだけ打たせていただいてます。どんな挙動するのか。
なるほど、コングラチュレーションということで、まあ、一撃3426枚で、どうなんねやろ。なるほど、一生終わらんやん、やば。はい、あー怖いよー、くー、終わった、腹切りチャレンジ終了です。15セットの4348枚、まあ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 、だいぶ上出来でしょう。さあここから引き戻されるかどうか。おお、びっくりした、おお、びっくりした、よし、革命ボーナスです。いいっすか、よし、いきます。よーしよーしよーし、まあ、全部通しますね、革命ボーナスは。よーし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 、あら、いいよ、あー継続しますか、かびっくりした、なるほどね、継続いただきやした。ちょっと今回はコンスタント系っすね、10ゲームをめちゃくちゃ出ますやん。革命分岐だ、革命分岐だ、これで継続は確定なんですよ。で、あ、これで当てた、腹切りドライブは100以上か、3桁確定なんですよ。うわー、どっちだと思います。あ、一緒でした、よかった。よし、はい、あーりやす、割れないか、あー割れないよね。いやー、でも今の革命分岐の2択当てはちょっとね、ずっと見せたかったんで、よかったですマジで。お、そうなんですよ、 AT 中の京都スイカ、京都レアエクは V ストック確定なんですよ。めっちゃサクッと終わらしてもた今、まさかあんなタイ、また京都レアエクやん。2つ目アリアス、あざっす、これで今8000枚乗ったんすよ。ということはっすよ、あと2000枚、あと2000枚であの5号機以来遠ざかっていたあれに近づきます。やっぱりあながち時速5000枚っていうのは信用度が結構高い内容っすね。じゃあ6時ぐらいに仕事終わってサラリーマンの方がね、あー機材あるわーって言って座って1時間で5000枚サクッと出して帰れまーすみたいなことも起こりうるってことですよね。あーちょっと意識しちゃうな、ここまで行っちゃうと意識せざるを得ないっすよね。最初のね、あのチャンスゾーン4回とかスルーしてた時はマジで本当にガチで人間やめますかって思ってたんで、ぶっちゃけそのチャンスオン確率だったりボーナス確率っていうものにそこまで大きな設定差がないので、こういった一撃性
っていうのにもしかしたら特化してる可能性もなくもないかなと個人的な打感としてはですね思ってしまいました。ただねその早いんですけど投資に関しては結構かかると思います。投資はかかるんですけども見てください、こんだけのもう出玉性能があるんで、まあでも今日でも本当シダできてよかったですマジで。でですね本日深夜収録させていただいたキコーナスイタ店様もスマスロはバルブレイブだけなんですけど、11月21日、まあ、全国導入と同じ日なんですけどそこから14台稼働スタートするのでこれ見たら多分ゾクゾクするっしょ。多分うち最初めっちゃいると思うんでぜひ足を運んで打ってみてくださいということで僕はちょっとこちらに集中させていただきますんで次は万枚大事なことなので4回言います。万枚の時に私とお会いしましょう。街の明かり